はい、兵庫ユースカップということで、ね、見ていきたいと思います。秘密結社兵庫総帥ハッチでございます。こちら3月2日姫路の11レース3歳戦であと 1400m 戦ですね、まあ、この時期4月頭ぐらいまでかな例年だとね、まあ、姫路で、まあ、あの兵庫県競馬ということでね、まあ、姫路でやるようになってからね、まあ、年始めだけ姫路みたいなパターンができてきちゃいましたよね。昔はね菊水賞とかあの辺クラシック1個ぐらいね姫路でやってたはずなんで、その辺考えるとそこら辺で一開催、クラシック一つ姫路でやるためにね、あの姫路開催が本当は6月ぐらいにあってもいいんじゃないかなと思ってるんですけども、まあその辺はともかくとしてこんな感じでやっていきたいと思います。まあ、今回軸はやっぱり硬そうですね、4番の西健ボブ。まあ、前走もね、笠松で重賞を勝ってきていますし、まあ、G1 全日本2歳優秀にまあ有楽挑戦して、まあ、7着と健闘も見せてますからね、これはまあある程度信頼に値すると思います。そして1番のビキニボーイ、まあ、JRA の1勝クラスからの、ね、転入馬ですし、まあ、JRA で勝ってるってやっぱでっかいですよね、まあ、転入後園田では連勝してますから、ここの、ね、勢いというのも狙いどころだと思います、まあ、そして3番のディオスメッセージ、まあ、門別ではねこの西剣ボブに、首足す花という3着があるんでね、まあ、園田転入後も勝ち切れてはいませんが、まあ、これはねある程度信頼に値すると思います。そして7番のテクノゴールド、JRA、芝ダート、それぞれで6着、6着というレースの後、まあ、転出してきました。まあ、頑張ればね、JRA で勝ち上がれないことはないかなというところが、まあ、そういう馬がね、まあ、園田とか佐賀とか地方競馬の方が稼げる。まあ、この馬の場合はね、佐賀に転出して、まあ、佐賀から園田の重賞挑戦という形になってますが、まあ、ここで交渉できるようだったらね、まあ、佐賀でのクラシック路線というのも楽しみになってくるのかなというところだと思います。まあ、そんなわけでね、またこういった形でやってきますんで、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、タッチーでした。